はい、パーティーゲームとラット13さんでお送りするマザーの続きでございます。今回パート3でございます。前回はカナリア村へ行って2つ目のメロディーを覚えたのと、あと墓場ですねに行って、迷子のピピちゃんを助けたというところでしたね。はい、でピッピを助けたら、まあ、蝶々に手柄を取られたと。いう話でしたね。はい。で、さらに。そうです、そうです、そうです。ね。動物園の、ね、なんか問題も、なんか解決してほしいなぁ。キラキラ、みたいな感じで。言われたというところまで、今進めております。はい。今回は、ラッツ13さんが操作でね、進めていきたいと思います。一応ね、前回の状態からホテルに泊まって、体力の回復だけはしておきました。あと、ついでに、せっかくなんでね、普段買ったことないと思うんですけど、フライドポテトとハンバーガー買っておきました。ほんとね。そうそうそう。どんぐらい回復するのかな、みたいなのは、道中でもしあれでしたらね、使ってみてもいいかもしれませんね。うん、はい。動物園の鍵。そうですね、動物園の鍵。ね、なくしても何度でももらえます。動物園か。これ地図に載ってないんですよね。主要な町しか載ってない。そうですね。本当雑把だな。いや、そうそう、その辺だと思うんですよ。俺もイメージ的には。ちょっとそこら辺目指して歩いてみましょうかね。お、看板が。あら、なんかいるな。西ナザーズで東サンクスビビン、サンクスギビングですね。次の街行っちゃいますね、これだと。多分通れなさそうですよね。コツコツ。そして。で、ここが。シュークリーム動物園は西に700メートル。700メートルってどんぐらい？トマス取れるの？700メートル、徒歩10分ぐらいですかね。もういや、もうちょっとかかるか。10分か。結構、結構かかる感じがしますね。あ、ちょっと気をつけましょうか。見たい。まあまあ普通に叩いていきましょうか。おすげえ、ワニを一撃で倒してる。逆に怖い。逆にこの子が怖い。あ、でも受けるダメージそうでもないな。あ、一個。まあ。いいですね。あ、そして柵が見えました。少しかどっかにいる気があったと思います。ハイエナが忘れちゃった。こいつらは何かあったかな。あ、こいつらも何か盗むんだったかな。忘れたな。しかも一発で倒せないとちょっとめんどくさいですね、意外と。そうです。そんな強くないです。いわゆるコウモリさん状態ですね。やはり殺しているで回避が上がってるのかどうかが分かんないんですけど。ああ、どうなんでしょうね。あるかもしれませんね。例えばさっきのワニですと、虹色ってきたっていうアクションがあるんですよ。でその後の攻撃は、その後の攻撃はね、ちょっと強くなるんですよ。確か。まあでも回復しておくといいかもしれないですね。よーい。ハンバーガー。あ、なんか覚えましたよ。なんだろう。あ、ディフェンスアップですね。ああ、ディフェンスアップ。このマザーにおいてのディフェンスアップってどんなもんなんだろう。あんまり使った記憶ないです。ない。でも、なんかね、マザー2の時は確かに使った記憶全くないんですけど、1の時はまあまあ、
こそこ強かった記憶はあるんで、まあ本当に危ない相手と戦うとき、まあ、それこそボス戦なんかは活用してもいいかもしれません。ちなみに食べてみます。食べてみます。どっちの方が値段高かったの？ハンバーガーですね。あ、じゃあちょっと安い方のフライドポテト。フライドポテトは15ドルでした。うん、あ、そんなもんか。そっかそっか、まあ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 、オレンジジュースよりちょっと高いぐらい。おっ、ちょちょちょ、ハワイルクラさんデーブソ、いきなりなんだこいつ。あ、動物園の鍵を盗んだ。よく言って扉の鍵が壊れていた。あ、まあ、まあどっちにしても鍵、あ、でも鍵なくてもいいのか。あ、でも鍵ないと逃げてくんないのか。ああ、そういうこと。じゃあどっちにしてもか。はい、ということで動物、動物園に入りました。動物園らしからぬダンジョンの曲になりましたけども、さあここからちょっと注意していきましょうね。オーラなんか出てきた。絶対逃げるわ。リアルなら絶対ないですね。いや逃げるって言っても逃げても追いかけてくるだろうな。あー、さすがに強いな。そう、まあ素早さはこっちがかってるんで、まあギリギリまで回復待ってもいいとは思いますけども。あー、マジか。あ、連続攻撃もあんの。あ、やばいやばいやばい。いきなりこんなんだもんな。ライフアップしかも30ぐらいのもんですよね。あー、連続攻撃したら。いやー、マジか。そうですよね。あれー、おっと、これはとりあえず一回逃げられるかな。いやー、わからんすけど、ねえ、連続攻撃来たらどっちにしても負けちゃうんで、か、連続攻撃が来ないことを願うかです。あー、オーマイガー。そりゃまあ、トラには勝てないよね。普通に考えたら。オーマイガー。じゃあないですね。戦いに疲れたんだな。もう一度チャレンジするか。はい、トラを続けましょう。そうか。でも防御を上げる手段ないしな。ステータス、そうですね、PP が0になってるので、0に、はい、これはまあ2の時も一緒ですけどね、初代マザーも同じ仕様です。回復しましょうか。とりあえずね。これが一手間というやつです。どうしよう。あ、連続攻撃来られた。あれか、パン買っといてもいいのか。なら、どうどうしよう。あ、お金を引き出さないと。ああ、そうですね。どうしても忘れてしまう。そうですね。これやり慣れてる人はマザーノなんですよ。お金引き下ろしてから。そうです、そうです。スポーツドリンクはそこそこ回復してくれるんかな。しかし75もそれハンバーガーより倍ぐらいに、倍っていうか3倍ぐらいですね。回復量は期待できる気がしますけども、ただどっちにしてもネスの最大 HP がまだ50何ぼかぐらいですからね。そう、いや、あれはどうしたもんなのかな。もうちょっとレベル上げてメル上げか、出会わないのを願うばっかりかないのか。ね、いや、まあだいぶやばい敵なんですよ、確かに。動物園の中ではタイガーは、はい、今戻っておりますけどもね。レベルが1個先ほど上がって、一応、おお、もういきなり出てきやがった。まだ喋ってる最中なんだよ。いやー、でもね、戦っていいと思います。あ、ディフェンスアップかけてもいいかもしれないですね。これがどれほど強いかだけどな。あ、結構上がったな。あ、あ、全然わかんないじゃない、それじゃわかんないじゃない。
し。だいぶ減った。いいじゃないですかね。レベル上がったのもあるけど、ね、そうですね、レベルもちろんね、上がったのも。おお、2回で倒せるんだ。で、それはそれで恐ろしいな。バット2回で、まあでも殴ったら倒れるか、おとなしくはなるか。2回噛まれてます。あ、次にゴリラが出てきた。タイガー読みはやばくなかったと思うんですけどね、多分。ああ、うん、大丈夫。まあ、ああ、うん、力ずくでおとなしくさせてる少年。一応ね、回復アイテムも別のをね、また買ってきましたけども、まあそれは使える時があれば、うん、ワニは大丈夫って言っても油断してます。おお、強っ。やる気に満ち溢れてますね。やっぱり一回に、ね、火の縁を経験した少年は違いますね。これはもうディフェンスアップ必ず使いましょう。ちなみに私の画面が時々暗くなるのは、今回ラツサシンさんがそうなってんでね。ちょっとボタンを押すのを忘れようにしますわ。どうしてもね、これもずっと触っときゃいいか。あとずっと作業だな。これが出ちゃう。それもよくねえな。さすがに回復しましょう。当然ディフェンスアップはですね、あの戦闘が終了するまで効果持続されますんで、あの、うん、あ、当然というかあれか、当然じゃない RPG もあるから当然で言っちゃいけないな。途中で切れるゲームもありますからね。バカやってみます。バカ、おお、いい感じ。あ、てかパン買ったのに気づいてくるの忘れましたね。せっかく買ったのに忘れてましたね。そう、買っても気づくのを忘れるんですよね。あ、握り寄ってきた、気をつけましょうね。 D から攻撃。あ、でもまあいいかもしれない。おお、あ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 、ちょっと怖い。そう、に寄ってきて、かつスマッシュなんで。スマッシュが出やすいとかなのかな。あ、そうでもなかった。うーん、やっぱちょっと油断はなんかか、怖いですね。ちなみに2の時と違って、初代のマザーではね、あのかっこいいものはね、名前決めるっていうのがありませんでしたんでね、まだその仕組みはなかったんですね、この頃は。さすがにアジフライアタックとかは出てこないと思いますので。逆に回復しちゃいそう。あ、レベル上がりましたね。いいですよ。さあ、そして何か覚えました。ディフェンスダウンですかね。今度はまあね、あんまりダメージが取らないような敵が出てくるようだったら、まあ、使っていくといいかもしれないという感じですね。ちゃんと RPG してるって感じがしますよね。なんかこう、ちゃんと防御力下げて、上げてってね。お、なんかちょっと、辛そうなのが。たぶんやばかった気がする。タイガーと同じぐらいやばかった気がします。気をディフェンスアップで。大丈夫。あれ、とんでもなかった。ごめんなさい。警戒しすぎて。あ、でもなんかね、別の攻撃が、あ、ある。そうそう。あ、そうでもないな。あれ、おかしいな。レベル上がった影響なのかな。どっちとも1になるのは特段すぎる。1なわけないじゃないですか、この巨大が。だって本来。そうですね。でも体力多いですね。今4回攻撃してね、倒せただけなんで体力は多い。だから実際弱くはないはずなんですよね。うん、
なんかあの虎は2回殴って倒せるって言ったらまだなんとなく納得できるんですけども、ゾウは何回殴っても倒れそうにない気がするんですよね。っていうぐらいだいぶ頑丈なイメージですけどね。それがバットを4回で倒れるって言ったら、もうなんか足を1本だけ必要に狙うとか、もうそんなことでもせんと多分倒れんような気がしますよね。それでも4回で倒せる気はしないです。まあそうです、まあそうですね。倒せる、まああの倒せるというか物理的に倒すことはできるかもしれない。あーでも無理か。無理ですよね。おいいですね、レベル10になりました。ステータスがしっかり上がってます。お、PP が13曲がった。ただこれ多分あの最大 PP は増えるんですけど、PP 代は増えないんですよ。残念ながら。ちなみに2、マザー2はあのレベルアップの時に最大 PP が上がるとその分だけ PP も増えます。うん、確かそう記憶してます。よりも珍しい歌う猿は当シュークリーム動物園にしかおりません。どこ終わらんぞ。さっきあれですね、鍵に付いた。そうですね、はい。あのカットもいくらでもしますし。お、査定モード。あ、何何対決でもターンで終わる。あ、どうでもなかった。倒せなかった。そして、おっと。あー、怖い。あー、ちょっと。この輪に空気読め。今お前がスマッシュを出していい時ではない。いやー、そっか、参ったね。入るだけ入っています。いや、あー、敵で出るなって。あ、そしてまたワニが。いやー、参ったな。あー、避けんなよ。これはにじるよって言った。もうどうでもないかな、これは。当たらなければいいけど。あーあーおー。あっ、そうですよ。ぴったり。あっちゃいましたね。バンサクつきました。いやー、甘くないなー。いやー、なかなか大変です。ちょうどいい感じに PP が足りないっていうね。そうってところですね。使うですね。はい、巻きながら歩き出した。すごいなぁ、ほら、そう。普通に考えたら途中でパンがなくなるに決まってるじゃないかって話じゃないですか。もしくは途中のねパンくずをあの野生動物が食べるとかね。そう、まさに。慣れちゃう。そういう利益はいらないでしょうね。見てみてくださいね。看板チェック。シュークリーム動物園管理事務所。さて、あー、もう嫌な音。ネズミ。これあの一番最初家の地下で出てくるネズミです。だからザコです。なんでここに来てネズミなのみたいな感じ。ロープがあった。ロープ、ロープ、ロープから逃げるようなロープが。相手の動きを止めるとかだったかな。そうだったかな。なんかこうロープってピンくるのがなんかこうね、ダンジョンから脱出する的な感じもありますけども、多分そっち方向の効果じゃなかったと思うんだよな。ドッキリしたかった。これはまあですね、文字通りでございます。今日今ネスに、ネスじゃない、ネースはですね、あの、多分毒を治す能力はないので、持っといていいと思います。バカロワコは結構いますね。
あ、パンがあった。あ、しかもこれ以上俺の方が持てない。グッズ何があるんでしたっけ。そう、8つしか持てないんだよね。飲むときだめ1個捨てますはい。捨てた瞬間なんか張り付いていきそうだな。ちなみにパンくずを撒いてる状態でまたもう一個パンを使ってね、あのパンくずを撒くことは確かできなかったと思ってます。どっちがどっちやらは、うちらもわからないですね。お、明らかになんか。なんかありますね。猫の性癖を。そうですね。だから。ああ、気薬持っときたいですね。せっかくなら。使うことなく。ああ、一回食べるってやってみても面白かったかもしれない。絶対やめてください。やめてください。やめてくださいって言われる。それだけですけどね。薬のカプセルのような。カプセルの中から何かが飛び出した。ポーン。スターマンの息子が襲いかかった。出てくる。ちっちゃいなぁ、なんかでも。さあ。テンクアップしても物理だけしか。どうですかね。まあ攻撃力はどんなもんかもわかりませんけども。あとね、しっかりして。はい。どういけ、まあ、あーそんなにでも通らないな。ああでもまあ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 殴ってくれて、まあ、ディフェンスアップ使ってあれですから。あ、倒しちゃったあれーあれあっさり割っちゃったな。動物たちを狂わせていた怪しい音は消えた。動物園は安全になった。これでも敵出てくると思います。はい、出てこない。ね。あっさり終わっちゃったな。道中のが全然苦労したっていう。その方が。そうですね、あの、PK ビームとかいうのがあって、あれがかなり強力なので、実は結構やばい相手なんですけども。ね、一瞬それを見ずに、そうですね、一瞬でバットでもう 頭をへこましたってきなバコーンって絶対、まあ、スマッシュ。まあいいです。あの今回出てきたのはスターマンの息子ですから、まあ、いずれ本物のスターマンが出てくると思います、ね、はい、ね、歌う猿は新人道だった。さあ、これ3つ目のメロディーでございます。これね、ああ、来ましたね。じゃあパン使って戻りますか。そうですね、今回パンをちゃんと巻いてましたからね。パンくずを食べるとかしないように多分できなかったと思いますけどね。はい、パンくずを飛びながら元の場所に戻った。いやー便利どうします。町長さんに会いに行きます。最後まだなんかろくでもないこと言うんだろうけど。不思議な少女の噂を聞いてるかしら。なんかあたきっと君の旅を助けてくれると思うの。さざ待たせてそのセリフか。いやいや、まあいいんだけども。ヤーネス君、元気やってるかね。すごいフレンドリーになってますね。あ、おお、英雄のネス君。フグに虎の糞がついてるよ。避けますよ。あ、嘘嘘。今度は何もあげるボールがないか。ははは、笑ってごまかすな。この野郎。まったくもう、この男は。これが蝶々です。これででもどうなんだろう。サンクスギビング
けるようになってんのかな。あ、今のかったらしい。まあよく考えたら、あの警察官に話しかけなかったですけども、あのもしかしたらね、動物園の異変のせいで封鎖してたみたいな言い方をしてたかもしれないので、あ、うん、もしかしたら行けるようになってるのかもしれませんね。まあ確認、まあ次のパートになりますからね、確認してみてもいいかもしれませんね。はい、まあ、とりあえず続けるでいいです。よし、じゃあ今日はここまでにいたしましょう。はい、ちょっとね、まあ苦労はしましたけども、まあ RPG ってこういうもんだなっていうのを、なんかある意味でね、あのお見せできた回だと思いますね。あのタイガーにボコスカやられた時はどうなることかと思ったけど、そうですね、あれが一番大変でした。でもそのため の, その超能力とかね、あ、回復の手段もありますんで、うん、まあやっぱりね、あのちょっと考えられてはいるんだなと思います。得るものをちゃんとね考えながら遊ぶね、 RPG としての醍醐味はちゃんとね備わってますよということをお分かりいただけたんじゃないかと思います。はい、じゃあここまでにしましょうかね。次回はその何でしたっけ、さっき警察官がいたところをちょっと行ってみようかなって感じでしたね。はい、覚えておきましょう。はい、別に、はい、はい、ということでこのパートはここで終了します。マザーのプレイ動画、次のパートもどうぞお楽しみに。